皆さんこんにちは。タシアンダンサーゲバンです。今回はですね、ちょっとお腹の肉がたるんできたということもあってですね、運動しようと考えました。あげちゃん、あげちゃん、邪魔しないでよ。今回は、ちょっと勉強不足なんですけど、ヒートっていう、全力運動プラス休憩を挟む、タバタプロトコルと何が違うのか僕も全然勉強不足でわからないんですけど、有酸素運動のトレーニングをしてですね、お腹の余計なお肉を減らしていきたいと思います。ちなみに今のお腹の感じはこんな感じです。だらしないですね。このまんまだとちょっとタヒチアンのイベントでもお恥ずかしい姿見せることになっちゃうんで、今のところ予定してるのは最近で言うと8月30日の池袋 IWGP のダンスイベントで、今9月のですね、お台場ヴィーナスフォートのタヒチフェスにも出れるかもしれないという状況なので、ぜひお腹へこましていきたいと思います。本番では、少しでもかっこいい姿が見せられるように頑張りたいと思いますので、早速行ってみましょう。音楽は終わっちゃった。ちょっと待って、なんかある。一人なれ。
何セットやりましたっけ、もうわからんわ。仮面ライダーブラック RX の1番終わりまでは行きましょう。OK なのかわかんないですけど、お疲れ様でした。お疲れ様でしたっていうか、僕は勝手に運動しただけなんですけど、ろくすっぽ説明もせずに始めちゃいましたが、本当はなんか4種類ぐらい腕立てとかバービーとかマウンテンクライマーとかを交互というか順繰りやりながら20秒全力で動いて、10秒休んでっていうのを何セットやのかな、とりあえず4分間だから8セットか、4分間やるっていうのが、まあ、ヒートはちょっと違うのかもしれないですけど、前にティップネスに僕入会して有料のトレーニング受けた時はタバタトレーニング、タバタプロトコルっていう演目で同じようなことやりました。今回は、宇宙ゲージギャバンの変身ポーズとパオティを交互にやると。僕を構成しているものはタヒチアンダンスと変身ポーズなんで、その2種類でやってみました。やっぱり自分の好きな動きをするのが一番かなと思いまして、まあでも大した時間じゃないですけど、相当汗かけたんで、できれば毎日続けて、さっき見ていただきましたけど、だらしねえ腹をですね、ちょっとでも引っ込めて皆さんにお見せできたらと思っております。お疲れ様でした。まあ暑くなってきましたので、皆さん運動するときは水分補給、あと換気ですか、お願いできればと思います。ありがとうございました。タヒチアンダンサーギャバンでした。マルルー。